はい、いつもご視聴ありがとうございます。本日の対戦はホーク VS ザンギエフとなっております。はい、TMF さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこれさ全然わかんないんですよ、全然わかんないこれは。あーどっち有利なのこれ。殴り合いなら多分本当はザンギなはずだし、あの近づくのに結局ホークあのやっぱ飛ばないといけないんだけれど、うん、そうね、あのザンギ側はあの対空ああいう飛び込みを通さないように、うんうん、どうにかしなくちゃいけないっていうのが見えるか見えないかなんだよね。あ、じゃあ常に上に張っとってもあかんし横から来るから、そうそう、自分的には今のほら、ね、あの、うん、あれも今2回転入れたくらいなんかあれだな、なんかや小賢しいことをやったようにホークやっぱホークがうまいですねこれはね。基本的な地上戦って何、一応残機が有利になっちゃうの、そしたら、うん、まあ有利っていうよりはホークはやりにくいはず、うん、もうだってね、さっきホークが飛ばなければいけないって言ってたわけだから、そう見てるとわかるけどダメージ減がだいたい飛びから、うん、で全部食らってますけどこれ全部食らってるけれども、うん、まあ、うん、そういうことだろうね。そうダブラリを返しにくい角度でね飛んでるっていうのもあると思うんですよね。あ、ザンギエフはダブラリを狙ってんのこれ全部、あのフォークとかに対フォークの、いやあのねダブラリ負けちゃうのほら、お角度が悪いと負けちゃうんですよ。まあ狙う方難しいんですけどね。ああ、じゃあそれはマジ大変だなそしたら。そうで一回捕まえたら逆にあのフォークのあの自動二択のハメ、うん、あまあちょっと違う、あのトマホークかなんとのあの台風の二択やられると残儀は相当相当厳しい厳しいじゃんけんになるんで、だから捕まで今このフォークの台足の2回転長い S と違って速い、長いと早いんで、あ早いと遅いんで S より、あ S よりもうあの時はもう飛びがちょうど合うとこだったらもう飛びっていうかその飛び蹴り足払いとかやったらもうピオリーチになっちゃうんで、はい、あそ、あはいはいはい、だからホーク側は結構まあまあ難しいけどこれは、うん、まあ結構早いんですけどね、早いねあれもうまく、そうでもその台足の S と違って1回転目とか2回転目が終わったところに前出て吸うこともできるんで、うん、ちょっとあれなことをしてと、これはあのホーク側が結構気にしてる、やっぱり知ってる人なんであの、うん、やんないですけど、うん、あの起き上がりにザンギがちょっと下がりラリーやってるじゃないですか。やってるやってる。あれはトマホーク出すと一方的にザンギが勝つんですよ。あれちょこっと下がるだけでも当たってくれるのあれで。そう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 。おでそのなんか 裏とかあるの、じゃあそのホーク側はこれ下がるだろうっていう。で残機が下がるだろう、じゃあ俺はこうしようっていうのは、あ何もしないが正解だし、あのさっきこのフォーク 1戦目くらい恐ろしいことやったらなんか前進してタチコパ当ててたから、あれ、うんうん、ちゃんと仕込み入ってればそのまま台風やられてたんじゃないかな。ああはいはい、まあまあこんな感じでね、ダブラリが結構あれするんですよ、機能するんですよ、そこは、ね、でそのダブラリのフラフラで、うん、前出てそのままスクリュー入れるとか、ああなるほどなるほどなるほど、そうだね、うん、って感じでやっていく感じになるのかな。あ今スクリュー失敗だな、ああいう感じで、うん、その台足の回転に合わせて、うん、前出てねスクリューするとかあれを、あこれね、あれをこういう感じそうそうそうあんなもん見てやるのか、そうっすね、遅い残機なのに入力は、まあでもね結局そういうところしかないんで本当にね。うわでホーク側はね本当ね、どこでもあの台風仕込んでるんで、はめに行こうとしてもなんかねダメなんで、やっぱりその置き攻めとかもね、スクリューはもうよっぽどのあれじゃないと入らないな、上手い人にはな。あそこはもう見越されてる、あ大変だね、そうそうそうでこれあとこの起き上がりに今重ねてる先端当てのその台足、うんうん、あれ残儀が何もやることないんで、で暴れるとあれ食らっちゃうんで、あはい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 、はい、だったらそのなんだその、うん、我慢してガードするしかないんだけど、あの重ねは結構ねやらしいんですよあれやらしいの、別に見てりゃいいじゃんと思っちゃうけど、
なんかちょっと手出したくなっちゃうんですよ。いや、あの、あれがないから。なんかいけそうかなとかね、あの知らないとね、知ってれば別に。まあまあまあ、うん、もうダウンしたから、とりあえず、あーガードかーって。そうそうそう。ガードから始まっちゃうのか。そう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 。なるほどね。足が遅いからね、あえてね、距離取られるとね。足の太さって、ザンギが遅いで、やっぱり。遅い遅い、フォーク早い、全然早い。あ、失礼しました。おお。あ、そう、今のああいう立ち台キックとかね、しゃがみダイブとかね、はい、ああいうので、ただそれがあのコパンかコンドルダイブかをちゃんと見極められないといけないんですけど、私はあんまり得意じゃないですね、そういうのはね。これは何、あのやっぱりダブラリのタイミングが変わるっていう意味でいいのかな。そうですね、ダブラリだと負けちゃうタイミングでは立ち台キック合わせるとか、うん、いう時に要はそのジャンプショーパンチだったら普通の飛び込みの軌道だけど、うん、あのコンドルダイブは一瞬止まるじゃないですか。止まるね。あれでだからすかされた感じになっちゃうから、うん、まあ意を決して今刻みを変えましたね。んで、うん、あ、ほら、ああいう感じで、あれ結構ね、あれなんですよ。あ、これもそう、これもあのリバーサのフェイントなんですよ。2回くらい。これね地味に嫌なんです、やられると。これは確かにスカリモーションがあるから嫌だね、これは。そう、地味に嫌なんですよ。そっか、フォークはそういうのないもんね。ない、うん、コンセプトがね、なんか違うんですよ、本当に、うん、で、今頑張って深く入ったらあれで、あれ、今度は下段入ったで、あれはね、その、なんつんだろう、打点高、あの、うん、飛び込みのショーパンチの当たってる高さで変わるかな、うん、あ、一応はちゃんとスクリューが入る、もちろん場所なんでしょ、あれはちゃんと。そう、相手が地上にいた場合は、うん、うまく自分がねやるとね、結構ねリバーサルってついて残儀に座れるんですけどね、なんかね、なかなか、うん、それはホークスカイじゃちょっとよくわかんないんですけど、まあ、多分連キャンジャンプかなんかしてんのかな、はあ多分ね、そこはね、うん、うん、そうすることによってだから残儀のスカリより、あのスクリューより先に飛んでるような気がする。気がするで、ね、いいですよ、いいですよ、気がするですよ、うん、でだから要はそれで使ったことによって、うん、ね、タイフン入っちゃうから、そうやね、あれがね結構ね辛いんですよ。お、いけるいける、4-4、今ねちょっと中段キック当てようとしたんでしょうね。あれ、あれ中段できるんだ、 あるわ、確かにピオリーチだからね、うん、台足入れるくらいだったらあれでどうだってやるんじゃないですか。なるほどね、うん、なかなか、なかなか、すげえうまい。あれはね、ポニーさんとかはね、中段うまいんですよね。僕下手なんで。そんなにたくさん中段やられると嫌だな、さすがに。あ、殴れた。で、ほら、絶対どこでも仕込んでるじゃないですか、本当だ。あんなところで仕込んでた、今。そこ、まあ、これはあれですね。あの削りだね、うん。座れる可能性もあるけど。あ、ある、うん、一応あるのね、あそこもちゃんと。うん、ある。うん。あ、これ今タクになったところ、投げとの。そうですね、でこそこれのね、うわぁ、うん、そういうわけやな、で頑張ってなんとかってやつで、うん、頑張って返した、頑張って返した、これもそこ、今のも刻み変えてみてどうかって感じの。そうやね、でこれはね蹴り返せんすよ、あの今のちょっと奥目に入ったのは。はいはいはい、それしゃがむとできるんだね、それをね。そう、ただあれ本当にタイミング悪いと、うん、めくりで当たるんで。で今見てたけど、あのジャンプショーパンチ、フォークのジャンプショーパンチ系は、うん、あのザンギしゃがみ大パンチとか勝てるんで。ああ、そこ勝負するんだ。じゃあそう、今はねもう完全にもうそれしか狙ってなかったからやってる感じでしたけど、うん、なるほどね、あの、はい、うん、そう、ただしゃがみ大パンチはやっぱトマホーク、トマホークじゃない、コンドルダイブに負けるんで、うわ、だこういう固められるとなかなか辛いんですよ。今ピオリーチ、ピオッタ、ね、そしたらもう最後はですよね。まあまあそうですよね。ちゃんと綺麗に決めて入れてありがとうございましたね、これはね。ね、日本だから今の大中だったら、まああのね、うん、強い攻撃が2つ当たるじゃないですか。今のはねめくろうとしたのに、フォークがしゃがみ大パンチ、うん、間に合うかなと思ってやったんですよ。ああそうなんだ、あれ、うん、あれこっちがね遅めにめくりジャンプっていうか遅めになっちゃうんだけど、うん、スクリーやった後とかだと。うん、まあ、あの反対側にこう、まあまあ、めくろうとするようにやると、うんうん、あのしゃがみ大パンチが勝つんですよ、ギリギリ。ああそうなんだ、
相打ちでもだからめくらせもないしないし、うん、フォーク有利の展開になるよって感じになるんで、知ってるフォークはそこであのしゃがみ大パンチをやるんですよ、ね、ただ今のはちょっとさっきのは失敗して、そうそうそう、ちょっと早めこっちが早かったから早かった、ね、うん、向こうの判断がミスったわけやね、そうですね、だから早かったから、あ、残儀だからこっちって言っちゃったけど、あの、うん、そんな感じで、はい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 、ちょっとさ早めに当たったってことですよね、うん、でもいやーしかしね、すごい、あん、うん、ピヨリ何ピヨリリーチだからもうこうさっき逃げればいいと思ったんだけど、なんか突っ込んできたからさ、あれと思って、あーね、まあまあまあそんなこともあらって、あらあらな、オッケー、あらですよあらですね、はい、あ、これは、はい、そうそう、こういうことですね、なるほどね、それでリバーサルしっかりやると、わかるね、あれがなかなかね難しいんですよ、そのいや分かる分かる、高田って高田店の飛び蹴り当てんのと一緒で、分かる分かる分かる、それは分かる分かるね、だからまあこういう感じのもうなんか投げが来ない、これも全部か、これはなんかリバーサルじゃなくて、まあ、ちょうど入りました ね、ぐるぐるぐる回しとったのかな、やっぱそれね、これぐるぐる回しちゃダメなんですよ、え、ダメなのこれ、だってダメだよ、あのスパコンゲージ溜まってるでしょ、うん、あのね、2回転回すとね、周りのね距離がね離れてるとですね、うん、どうなると思いますか、いや別に出なくてスクリュー出るんじゃないのと思ってたけど、あのね、何も出ないが正解なんですね、え、マジで、うん、だからダメなんですよ、ぐるぐる回しちゃほら、知らなかった、てっきり周り狭いからさ、狭いことは分かってたからさ、そうだから、今の最後もあれも、あのここで絶対回してくるってところを見極めて、そこで回リバーサーで回さないといけないんですはい、視聴者の皆様、これね、俺ザンギ絶対不利やと思ったんだけど、これはこれは相手がでもうまいね、あー、なるほどね、うん、本当はあんなに飛びポンポン入んないから、あ、みんなちゃんと大キックで返したりとか、なんかとかね、そうそうそう、ちゃんとやってくるわけね、そこは。そうで、こう地上戦もうまいから余計なんだよね。わで、そこに来てこういう ネタ台風を食らうと、ね、こうなるんですよ。うん。まあ、本当に今、言ってた通りになったね、今ね。ね。でもこれは、フォークが考え抜いた末のあれだと思うんで。だね、ザンギは今、大キックで止まってるからね、確かに。そう。で、これはあれですね、あの、うん、今のはそのさっきのやつのあれからの、ね、まあ、昔からあるあれなんですけど、うん、あれやるとピヨルンで最悪なんですよ飛び込み大パンチ、立ち中キック、ね、トマホークやられるとね、もうね、はいはいはい、これは完全にお通夜です、しょうがないですね、もうしょうがない、はい、最後いいとこ見せてもらいましたね、本当にね、はい、最後まで隠しといた感じでしたね、そうやね、あれはね、素晴らしいと思います、はい、TNA さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。